こんばんは、平井博明です。今回はですね、スパイクについて動画を撮っていきたいと思います。スパイクはどのような効果があるか、あとどういう機能性能があるか、あとはどういう風にスパイクを選んだ方がいいのかとかですね、いろいろスパイクについてお話しさせていただきます。平井博明の、ワンダップゴルフ。僕もたまに。 ショップ行くんですけど、もうスパイクコーナー行ったらもうなんか運動靴なのゴルフシューズスパイクなのっていうぐらい最近すごくないですかエアジョーダンにスパイクがついてるとかエアフォースワンにスパイクがついてるとかもうこの間まで運動靴だったでしょっていうソールを見るとスパイクがついてたりとかって結構衝撃的なことがショップ行くとあるんですよ最近。 それでどういうスパイクはどういう効果があるかって結構知りたいですよね。わかる範囲でいろいろ言っていきたいと思うんですけども、まずはこういうオーソドックスな普通のスパイク。裏がプラスチックでネジ止めされてて結構硬い、こうゴツゴツして、どっちかというとしっかりしてる硬い感じのシューズなんですけど、これが本当に一般的というか一番モデルとして多いかもしれないですね。じゃあどういうのがあるのかっていうとこういうスパイクレスって言って、 本当運動靴っぽい感じのこういう靴底で普段の街中でも履けるような感じのシューズもあるんですよこれはまあスですけどエコとかですね他のメーカーフットジョイとかでもあるのかな楽な感じですよねスニーカーっぽいあとは昔からあるクラシックタイプ革底で重量もこれ一足多分1キロ近くあるんですよ本革でできててこれなんか僕も先輩から頂い,いてずっと 今でも履いてるんですけど、これなんかすごい僕は気に入ってます。重さで言うと、こういう感じです。軽い、普通、重い。で、もちろん軽いと、こうやってソールも柔らかいんですよ。なんで、こうやった時に疲れやすいっていうのもあるんですよ。ただ、スパイク自体が軽いんで、ふくらはぎへのこう負担っていうのは少なくなると思います。これ、スニーカーっぽいシューズって他にもあるんですけど、スニーカー、 スパイクっぽいシューズってかかとが低いから大体いいゴロフシューズって前のめりになる感じが多いんですけどスパイク履くとでもこういうスニーカータイプはかかとが低いんで本当に運動靴っぽいピタッていう感じなんですよだからそういうアドレスをした時に僕は逆にこういうのは違和感なんでコースではなかなか履けないんですけど特にアシックスなんかはかかとが結構高いスパイクが多いんでどっちかっていうと常につま先に重心がかかっているような 感じだから自然と歩ける姿勢になるっていう人もいるしアドレスででかかかかとに重心がかかんないんでいいいいんんだよっていう方もいますそれはもう人それぞれなんですけど僕もどっちかっていうとかかとが高いんでつま先重心にアドレスができるよって思いながら履いてます。 こういうスパイクなんか、練習なんかで結構アシックス履くんですけど、すごくいいです。程よい重さで履きやすいですね。硬すぎず柔らかすぎずなんで、ちょうどいい感じがします。これコースで一番多く履いているのはこういうクラシックタイプのシューズなんですけど、これはもうめちゃくちゃ硬いです。もうイメージ、これ履いたらかかとかどっかに豆ができるっていうイメージがあるんですけど、でもこれ中もすごいいいんですよ。こうアルカンターラなんですよ、中が。 見えますかねめっちゃくちゃ気に入ってるんですけどこれは僕重いスパイクが好きなんですよアドレスでどっしりしててもらいたい下半身にスパイクで変わんないかもしれないですけどそういうイメージがあるんでスパイクを重くしてどっしり構えて打ちたいんでなるべくスパイクは重い方がいいです正直僕軽いのから重いのまで履いてあんまりそのスパイクの重さで 疲れっっっってててて変わりまませんでしただっただら重重いいいいい方がいいやって言って重いの履いてます中にはやっぱ軽い方が疲れづらいとか足への負担が少ないとかっていう方ももちろんいるんですそれは履いた時の感覚感触なんで何ともどれが正解とかはないと思うんですけど僕は重い方が歩いててもアドレスしてももちろんショット打っててもすごくいいんで重いのをずっと履いてるんですけどあとはこのスパイクのこの秒あるじゃないですか。 これの種類も色々変えるだけでグリップ力って変わるんですよ。で、これはチャンプっていうところのスパイクの秒なんですけど、あとは昔流行ったブラックウィドウみたいな、あの、こう、雲みたいなのもあったり、大昔はメタルの秒だったじゃないですか。でもあれ、今ゴルフ場禁止になってるんで、あれは履けないんですけど、 こういうスパイクの秒の種類なんかでも変わると思います。この僕がこれの秒にしたのは、高橋達彦さんがこのチャンプで使ってたんですよ、この秒で、これを使った時にすごくいいなと思ったのが、この秒めちゃくちゃ硬いんですよ。雲みたいにこうやってなる秒もあるんですよ。で、地面に足がついた時にこうやってピタってなって、また地面からスパイクが離れた時にこうやって戻るってあるんですけど、結局、 アドレスしてるときとかスイングしてるときって体重がかかってるんでスパイクの秒が打ってる段階でこうやってなっててもアドレスしてるときにはもちろん地面についてるんでこうやってなってるんですよだからスパイクの意味がないなと思うんですよだから僕はこういうふうに地面にバッと足がついても変形しない硬い秒を使ってるんですこれすごく僕は重要だなと思うんですけど どこのメーカーがいい悪いとかは関係ないにしても前にブラックウィドウってやつがあったんですよそれはこうやってなってて確かにこうやってなった時体重かかってなければ多分すごいグリップ力があるんですよこうなってるんででもさっきも言ったようにドンって足を地面につけるとこうやってなっちゃってでそうするとこうやってずっと歩くたになってることなんでこっから折れちゃうんですよだからすごく消耗が早いのとグリップ力が もちろんピタってなってるんで、地面を噛まないことがすごく多いんですね。なんでそれがすごく僕は良くなかった点。前使ってたんですよ、僕も。ブリジストのアーチパワーっていうスパイクにそれを付けてたんですけど、それが1ヶ月ぐらいでもう秒が半分になってたりしたんですね。そういうのがちょっと最近はどうなのかな減ったのかなスパイクグリップ力がいいですよっていうのって大体細くてこうやって雲みたいになってるのが多いんですよ。それは ちょっと注意した方がいいかもしれないですね。男性の体重ぐらいでしたら本当に多分ついてる時には潰れてるんですよ、スパイクが。なるべく潰れないスパイクの秒を選んだ方がいいです。これ、チャンプのやつはめちゃくちゃおすすめです。これはめっちゃくちゃ硬いんで潰れないんですよ。このまんまの状態で地面を噛むんでめちゃくちゃグリップ力あります。逆にこのチャンプだとグリーンにこの秒の跡がつくぐらい硬いんですよ。まあそれはいいかどうかわかんないですけど すすごくグリップ力はあります僕今知ったんですけどアシックスの純正もチャンプでしたこれほんといいっすよすごいグリップ力があるんで色違いですけどこれめちゃくちゃいいほんとに硬い秒なんで噛むんですよこれもともとアシックスのソールってグリップ力が強いプラスこの秒を使ってるんですごくいいです,す滑らないなんでマシックスはおすすめかなと思いますすごくいいスパイクですねこれは ののモデルなのかなか2013年とかそれぐらいのモデルなんですよこれはめっちゃくちゃ防水今まで僕履いたスパイクの中で一番防水ですゲルエースプロアシックスこういうモデルなんですけどこれ全部エナメルなんですよ全部エナメルでこれのシルバーとこの白とブラックがあってすごいこれは 僕はおすすめしますねだいたい雨の時水入りませんよってスパイクめちゃくちゃ蒸れるんですけど蒸れもしない不思議ですよねなんでか分かんないですけど蒸れなくて本当に水が全然入ってこない地面から3 4センチぐらいの水たまりでもこれ入んなかったんですよだからすごいいいなと思ってだからこれの黒なんか雨の日用とかで結構入ってましたねもちろん白もずっと入ってたんですけど あと、すごいアシックスいいのは、ここの中の内張りっていうんですかこれもすごいアルカンターラなんですよ。スウェードっていうんですか <laughs> そう、これめちゃくちゃ触り心地も良くて、すごい高級感あっていいんですよ。あと、ここめちゃくちゃ高くないですかこれに比べて。そう、これがね、すごいフィット感があるんですよ。 アキレス腱を守ってくれる何の必要があるんだって話ですけどちょっとよくわかんないですけどこれがね意外と当たってアキレス腱に豆ができちゃうっていう方もいるんですよだから本当にそれは好みなんですけどあとここがくるぶしが当たって痛い豆ができるっていう人もいるんですよ僕は幸いにも両方ないんでここが低いんでくるぶしは当たらないしここが高いんでアキレス腱がぴったり守られてる感じアキレス腱って絶対細いじゃないですか そこに対して、これだけの細さがあるんで、すごくフィットして、僕は好きなんですよ。履きやすい。ので、これは僕はおすすめします。新しいモデルもいっぱいックス出してるんですけど、もちろん新しいスパイクは、カチカチカチってあのボアが、もちろんどのメーカーも今出してるんですけど、僕は個人的に紐がいいんで、紐を選んでます。もちろんボアのやつもあるんですけど、 おすすめは晴れの日紐で雨の日ボアそれはカッパを脱ぎ着する時があるかもしれないからなんですよ僕個人的には雨の日用のスパイクにはボアを使って晴れの日用のスパイクには紐を使う紐の方が僕は何でいいのかわかんないですけどなんか締め感が好きなんですよねボアってもちろん全体的にこうやって締まってくるんでそれはそれでいいんですけど 紐ってそこ締めたいっていうところをピンポイントで締められたりする。 イメージがあるんで紐の方を使ってますスパイクはインソール中敷きを変えてご自身の足の感じに合ったのをお好みのスパイクに入れたりとかするのは結構いいなと思います僕個人的にはこのアシックスの中敷きがすごい気に入ってるんでスリクソンのスパイクにもアシックスの中敷きを入れたりして使ってます足にフィットする方がいいんで自分の好きな中敷きを 見つけて、それに合わせてカットしたりして、自分の好きなスパイクに入れるとすごく履きやすくなるかもしれないですよね。これ履きたいんだけど、なんかちょっとフィット感がないなとか違うなと思ったら中敷き変えていただいた方がいいと思いますね。ただ、クラブも一緒で、やっぱりそのメーカーさんは、そのスパイクに合った中敷きを多分入れてきてくれてると思うんですよ、最初。なので、 まず最初ご自身の買ったスパイクを履いてワンラウンドでもいいんでしてみてあちょっとなんか違うなと思ってから変えてもいいかもしれないですよねあとはスパイクってできれば高い方がいいと思うんですよ 高いって言っても2万円から2万5000円以上ぐらいがおすすめですやっぱり歩いたりスイングのやっぱり要になるというか絶対影響って出ると思うんですよ安いとねじれちゃうんですよねバックスイング上げた時の踏ん張りが効かなかったり角に疲れちゃったりとかするんですよ2万円台以上のスパイクって やっぱそれなりに物がいいので,で素材もいいですし機能もすごくいいんですよ歩くショットを打つにしてもそうだし肩崩れもそうですよね左足のスパイクってあんまないんですけど右足って最後こうやってつま先立ちするじゃないですかそうするとここがパカパカになるスパイクとかあるんですよ安いと高いスパイクってそれが極力少ないんですよね もちろん寿命だったらどんなスパイクでもなるんですけどいやそうなるの早いだろっていう段階でなるスパイクもあるんですよ安いとなんでそれはちょっと注意していただきたいポイントですねそれなりに高いスパイクっていうのは効果が得られると思うので一回そのいいものを買ったら56年は絶対履けると思うんですよよっぽど頻度が高くなければ長持ちするんでもちろん手入れも必要ですけどね 高いスパイクを買っていただい,た方がいいいいたただ方がと思いますもうスニーカータイプのはどんな特徴これはねパッと頭に思い浮かんだ順でいい、うん、まずグリーンを痛めないのと、うん、練習場で俺は絶対スパイク開くのよ、うん、だけど練習場でスニーカーでそのまま打っちゃう方もいるんだよねそういう人に違和感がない<ー>、うん、もうスニーカーだからあとはファッション的なもんもあるだろうね、うん、あと本当軽い 軽いから重い靴って俺ねすねのところが筋肉痛なんだわかるわ、ね、かるかるそうだけど軽いとそこが,が張らないうんだからあのよく段差がないとこでつまずいちゃうとかがないと思いますこれは <laughs> そう <laughs> ちゃんと上がってくれるんであとはラインを読んだり T を指す時とかにあんま俺やりたくないんだけどこ,こうやってなるじゃないそうでそうするとここに線がつくでしょシワが俺あれ大嫌いなのよ それが柔らかいからソールがねつきやすいいいことばかりじゃないと思うんだよねあとは傾斜地グリッてやるこれ滑るからやっぱり土台がピタッと止まってて上をこうやって動かした時にやっぱり柔らかいから動くんだよね、うん、そ,うそれでも足首やる <laughs> 可能性があるだから波と一緒で波に向かって傾斜に向かって垂直に歩いてもらいたい横にこうやって歩くとプリンってやるから だからなるべくこういうしっかりしたスパイクの方がいいっていう面もあるそういうところクロンパ入ってたうんダンロップ契約してたクロンパっていう選手がいるんだけど<ー>クロンパがこれ試合で入ってた俺びっくりしたんだけど <laughs> クロンパさんが入ってたねいないこともないんだいないこともないでフレッド・カプルスっていう選手なんかは違うメーカーのこういうソール入ってたあそうん、ねうん、多分エコーだと思うんだけど<ー>うん入ってた もちろんこれはこれでさっき言ったメリットがあってもちろんデメリットもあるんだけどそれをデメリットと感じない人はめちゃくちゃいいかもねこれは本当にスニーカーっぽいんで通気性もいいしサッと洗えるし洗ってもすぐこっちよりは全然乾く手入れが楽っていうのもあるよね拭けばいいし最近本当にありがたいことに YouTube のコメント欄だったりワンナップゴルフの公式 LINE の方に色々ご質問とかいただけるようになってきました ので、このスパイクなんかも個人的なお悩みとかですねご相談があればご質問していただければと思います気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたしますでは今回はですねスパイクの機能性能についてお話しさせていただきました最後までご視聴ありがとうございます